今日は無印良品の新商品のニットをご紹介します。無地ラボの新商品。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。本日なんですけども、無印良品の中の無地ラボというラインからですね、10月に出た新作のセーターをご紹介していきたいと思います。こんな感じ。僕もねまだ買ってきたばっかりなんですが、店頭なんかだと他にねブラックだったりとかいろんな色あったんですけど、結構売れちゃってるみたいで、僕がこれをね購入した時にこの色のこのサイズはもうラスト1点で、結構人気がある商品なのかもしれません。なのでね、やっぱりニットの季節肌寒くなってきてね、僕みたいに半袖の T シャツで過ごされる方は少ないと思うので、まあそういった感じでね、室内とかでも使いやすいこのニットをちょっとご紹介していきたいと思います。はい、っていう感じでね、もうニットを大活躍する季節なので、こちらね結構おすすめできるので、商品詳細をサクッとお伝えしていきたいと思います。こちら商品名の方がですね、空気を含んだ糸で編んだあぜ編みクルーネックセーターというものですね。めちゃくちゃ長い商品名で、あぜ編みって何なのって言った時に、表目と裏目を交互に編む方法のことを指していまして、伸縮性のあるニットに使われるような編み方になっております。だからね、結構ねふっくらとしていて、なおかつこの伸び具合っていうところがね特徴的になってます。厚手のニットなんかにもよく使われてるんですが、このニット自体もねすごく肉厚で使いやすそうな商品になっています。はい、そして価格に関しましては消費税込みで6990円になっています。やっぱり、ね、ユニクロとかに比べるとちょっと高くはなってしまうんですが、まだまだね手が出しやすいコスパの高い商品だと思います。で、色展開に関しては僕が買ったこのグレーを合わせて全4色展開になってまして、黒、キャメル、アイボリーの全4色展開になっていますね。店頭ではねもうアイボリー確か売り切れちゃってたと思います。他のね黒なんかももうサイズがね、僕が買ったのが LXL っていうサイズなんですけど、もうそれがなかったりとか、やっぱりねニット探されてる方多いと思うので、ぜひ気になったらねチェックしてみてください。サイズ展開に関しましてはいつも通り3サイズ展開でありまして、 XXS、XS、SM で、僕の買った LXL というものになっております。一応ね、ユニセックスの商品なので、一番小さいサイズであったりとか、真ん中のサイズとかだったらね、女の子でも着れるサイズになっております。はい。そして素材に関しましては、ポリエステル 100% になっているので、このチクチクしない素材で作られていますね。で、仕様に関してなんですけども、この空気をたっぷり含んだ糸を使っているっていうね、商品名にもなっているんですが、もうそういった感じで、ね、ふんわりとした肌触りがある、暖かいね、伸縮性のあるニットになっております。このあぜ編みなのでね、立体的ですごいボリューム感があるようなニットになってます。ただね、こう持った感じすごい軽いんですよ。これだけの肉厚で、ニット素材とかだと結構ね重いものが多かったりとか、あとはねウールの素材で首元チクチクしちゃうものがあると思うんですが、そういったところもねこのニットはないので、僕的にはねすごく好きな素材感になってます。で、あとはねポリエステル 100% っていうところなので、洗濯にね強くてすぐ乾くっていう特徴があるので、そういった面もね僕みたいなアラサー独身男性なんかの強い味方かなというふうに思います。なので、そのビジネスシーンのねこういうふうなカジュアルなものも着用できる方に関しては、ワイシャツの上であったりとかシャツの上でねこういったものも着れると思うので、すごくシンプルなデザインなんですよ。ロゴも全く入ってないですし、刺繍だったりとかプリントも全く入っていないものになるので、すごく使いやすい万能なニットだと思います。はい、っていう感じでちょっともう早速着てみますね。はい、こんな感じですね。175cm、63kg で今一番大きいサイズを着用しております。こんな感じ。シルエット的にはね少しオーバーサイズ気味でもなく、ゆとりがあるかなくらいのものになっています。この身幅のところはねある程度取られていたりとか、アームホールのところもね細すぎず太すぎずっていうねアームホールになってるので、僕はねすごく好きなデザインになっています。今ねスキニーパンツとかと合わせてるんですけど、ゆったりとしたねパンツ、ワイドパンツであったりとか、501みたいなねストーンと下に落ちるような雨風で使われるようなストレートパンツ合わせてもかっこいいと思います。でね、着た感じなんですけど、やっぱねウールが入ってないんで全然チクチクしないですし、首元もね全然ストレスフリーで着用できますね。で、あとはね軽さの部分がすごくね着用してて感じる部分なので、やっぱねニット系重くて嫌いであったりとか、やっぱスウェットにね頼りがちの方なんかもいると思うんですが、そういった方にねすごくおすすめかなと思います。あぜ編みのね編み目感というか、このワッフル感というかね、そこがねすごくかっこいいと思うので、違う色もねこれ欲しくなっちゃいますね。うん、すごくゆったりシルエットなんですけど、着丈も短めで、やっぱり、ね、日本人の体型にねすごい合ってる商品だと思います。はい、ちょっとねインナーでも使ってみたいと思いますね。はい、こんな感じでね、ノースフェイスのパープルレーベルのコート
こちらを上に合わせてみました。このねコート自体は L サイズなんですけども、中でねこう着膨れしすぎちゃうだったりとかそういったこともなく、すごくインナーとしても万能だと思います。よくね最近流行りのオーバーサイズシルエットだったりとかすると、やっぱねこういう風なスタンダードなシルエットのコートのインナーとかだとちょっとねかさばっちゃったりとか使いづらい部分もあると思うんですが、全然そんなことなくね、すっきりとインナーとしても使えますね。何よりも肌触りがねすごくいいので、インナーだったりとかそういった時にもね使いやすい一品だと思います。はい、そんな感じでめちゃめちゃ着心地いいです。軽いし、やっぱりね肌触りもいいし、あとストレッチ具合というか伸びのところもかなりいいので、着用しててねストレスを感じることが全くなくて、この秋冬だったりとかすごく活躍しそうなスタンダードなニットだと思います。ということでね、次にちょっとコーディネートだったりとか着回しだったりとかちょっとご紹介していきたいんですが、まあ1枚で着たバージョンとね、上にアウター合わせてみたいな感じで全部で3つちょっとご紹介していきたいと思いますので、僕はねこのチャコールカラーみたいなグレーを購入したんですけども、やっぱりインナーとかで使った時にブラックブラックっていう風に、ね、なりがちなんで、黒をね本当は最初買おうと思ったんですけど、あえてこのカラーにしたので、こういうカラーをね使いづらいって方も多いと思いますので、そういった方の参考になるように作っていきたいと思います。あとはねサイズ感だったりとかシルエットのところがね、こんな感じでアームホールのところがちょっと特徴的なのかな、脇が結構下の部分にあったりとかするので、まあ、こういったねニットのシルエットだったりとかが参考になればと思いますので、ぜひご覧ください。はい、ということでね3つコーディネートをご紹介させていただきました。まあ2つ目と3つ目はねアウター合わせただけなんでちょっと手抜き感あるかもしれないんですが、このニットめちゃくちゃ使いやすいです。っていうか着心地もいいし、あったかさもあるし、めちゃくちゃ万能だと思います。1個目のコーディネートの解説からねちょっとサクッといっちゃうと、足元はディッキーズの874、もう伝統的なワークパンツだったりとかするんですけども、すごくコスパのいいアイテムなので、ああいう風なねワークパンツを合わせただけなんですが、で足元はスニーカーか、もうなんでね普通にアメカジファッションっていうか、まあ、スタンダードなファッションっていう感じなんですけども、合わせた時にねやっぱこのゆったり具合、この身幅のゆったり具合と脇の部分がねある程度こうストンとね下にたるんでるような感じになるので、そこのねやぼったさがねストレートパンツすごく相性いいと思います。もちろんスキニーとかとね一番最初に履いてたんですけど、相性悪いかって言われたら悪くはないんですけど、やっぱりねアメカジのファッションであったりとか少し太めなパンツとね合わせるとめちゃくちゃいいと思います。もちろんねそのバルーンがかった最近流行ってるオーバーサイズのワイドパンツとかそういったものでも全然いいと思います。で2つ目のコーディネートに関しては、足元ブーツ、ダナーのね以前紹介したブーツにこのリーバイスの501を合わせたんですが、このコーディネートめちゃめちゃいいですね。この違う色も欲しい。このグレーっていうカラーがね少しくすんでるので、やっぱりね手持ちのニットなんかと差別化もできますし、あぜ編みのねこの編み具合だったりとか質感だったりとかすごくね風合いが良くて使いやすい一品だと思います。で3つ目のコーディネートで、これもね以前ご紹介したノースフェイスのヌプシジャケットを合わせてみたんですが、他にもね一応合わせてみたんですが、一応注意点、このニットすごくいいんですが、注意点としてレザーであったりとかのちょっと細身のジャケット、そのさっきのねノースフェイスのコートくらいの細さなら大丈夫なんですが、結構タイトめなレザーだったりとかのインナーではね、やっぱりねこの脇の部分がちょっとかさばっちゃったりとかして着心地が悪かったので、そこら辺は要注意かなと思います。ただこれ以上ねサイズ感をねちょっとタイトにしてしまったりとかすると、せっかくのねこのゆったりとしたカジュアルな雰囲気が崩れちゃうと思うので、これはね僕はこのサイズで買ってよかったなと思うんですが、まあヌプシジャケットくらいのねサイズ感のものだったらアウターでも全然万能にねこの上から羽織れてしまうので、このニットをねすごく大切に使っていきたいと思います。いやこれ久しぶりにニットでめちゃめちゃ当たりましたね。これでねしかもケアもしやすいっていうところがね、やっぱ僕的には心惹かれちゃうポイントなので、これで6900円台だったらねコスパはめちゃくちゃ高いと思います。はい。
はい、という感じでね、今日はムジラボの新商品、アゼアミのねニット、まあ空気を含んだなんちゃらニットってやつなんですけども、こちらをご紹介させていただきました。こうね、店頭で見た時からね、もうこれ絶対いいじゃんって思っちゃったので、他にもね一応カーディガンだったりとか、このニットのシリーズは出ていたので、ニットはねもう手持ちいっぱい持ってるから、カーディガンだったりとかもチェックしたいなって方はね、そちらをぜひ見てみてください。やっぱりね、一応ニットの商品でケアはしやすいとはいえども、その干す時にねハンガーで肩にテンションかけちゃうと、ここが後になっちゃったりとかね、そういったところもあると思うんで、そこら辺はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。ハンガー2個をうまく使ってテンションかからないようにしたりとか、肩の跡がね残りづらいハンガーなんかもあると思うので、そういったものでねお洗濯だったりとか干したりとかしたら大丈夫かなっていうふうに思います。僕もまだね買ってきてまだ洗濯はしてないので、そこら辺のレビューはできていないんですが、まあ、サブちゃんだったりとかでもねこれ多分どんどん着てると思うので、そういったところもちょっとお伝えしていければと思っております。はい、そんな感じで今回の動画はいかがでしたでしょうか。秋冬になってね、どんどん新商品、こういう風な無印良品のいい商品も出てきているので、またねいい商品見つけたらこういう風に共有させていただきたいと思います。はい、という感じで今回の動画が良かった、参考になったとありましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。あとはねサブチャンなんかも最近やり始めたので、よかったら登録よろしくお願いします。めちゃくちゃ緩いんですけどね。また次の動画で会いましょう。バイバイ。